銀座店に行きました。これから、ハンバーガー食べてみます。じゃあ入りますね、先ほど来てね、撮影の許可いただいてます。函館行きたらこの ハッピーピエロをね、ハンバーグを食べて皆さんにね、ぜひご紹介いたしたいと思います。じゃあ入ります。とんかつバーガーできたな。いただきます。チーズか。ポテトにチーズをかかってます。とんかつバーガーにしました。で、このオリジナルのすごいハンバーグは平日やっておりません、そう言われました。で、今日はこれ、こんな感じ、とんかつバーガー、すごい。すごいですね、これベースのね、これ400円です。でね、このラッキーピエロの社長は女性です。アイデアマンです。こんな社長は中国人で苦労してここでやってて、アイデアが良かったってことですごい人気で多店舗が経営してます。まあアイデアが詰まってるんじゃないですかね。このポテトがね、デミグラスソースとチーズの辛みでね、めちゃくちゃ美味しい。
うん、悪いけどね、まあ、なんかじゃない、このバウンスは全然ない。大きさがね、一回りも二回りも大きい。で、これで400円ですから、2枚カツサンド入って、これはあんまりうまそうに食べたことないんだけど、これなんでこんなに美味しいんだろう。皆さんもぜひ函館に来た時はラッキーピエロ、これ何店舗もあります。五稜郭の方にもあります。いっぱい、まあ、皆さんもね、中国人で女の社長とは皆さん知らなかったと思いますが、アイデアマンで苦労してここまで大きな店を作りました。まくないくらいいい店をたくさん作ってます。まあ、そういう意味ではなぜ人気があるのか、このハンバーグ食べて分かったような感じします。生意気のようだけど、やっぱり美味しくないと店はダメだな。最後の一口、とても美味しかった。あー食べた、すごいハンバーグだった。こんにちは、東京に帰ってきてね、今自宅から収録してるわけですが、今回函館青森の旅行でね、蕎麦の旅っていうことでしたが、まあ、蕎麦だけじゃなくいろんなものをちょっと召し上がってきました。その中でも、今回ですね、番外編として、夕食をラッキーピエロさん、ハンバーガー屋さんですね、ここに行かしてもらいました。十字町銀座店っていうところに、小さい本当にこじんまりとした、お店でしたね。函館市内にラッキーピエロさんは14店舗、こんな小さい町なのに14店舗もどうやって、こうやってるんだろうなってちょっと疑問点もいっぱいあったんですが、なんでこんなに支店がいっぱいあってやってないんでしょうね。普通だったら 2,3 店舗で十分ですよね。まあその秘密が解き明かされるのは食べた時です。まあ、私にとってみりゃハンバーガーってあんまり食べないんですが、あ、こんなに美味しいハンバーグもあるんだなと思ってね、感心したし、店の考え方、店の作り、なんていうんですかね、お客様を満足させる、夢を持たせるとかね、いろんなものが隠されているんですね、このラッキーピエロさんには。お店を運営してるにあたってね、勉強になりました。今日ね、帰ってきて思い起こせば、私なんかもモスバーガー、マックとかありますけど、何回か食べましたけど、でも、ここのバンズですね、パンの部分、これが美味しいのと、まあ、本当はね、こんな高い、20センチぐらいある、まあ、すごい重ねのハンバーグ、ここの独特のハンバーグを食べたかったんです。でも、どこの店行っても、平日なもんで、そのビッグなね、ハンバーグはやっておりませんってことで最後に言われたんですね。まあじゃあこのこじんまりとしたちょっとレトロなお店で食べようと思って、まだ戻ってきてね、銀座店の2階にあるところでね、いただきました。まあとにかく
変わってるのはね、ポテトもチーズがかかってるポテト、普通とはまた違いますね。これもアイデアですよね。だけど本当にあのハンバーグそのもののバンズも大きいし、味もいいんですね。バンズこれがとても私にとってみれば来てよかったな、一度味わっておけばよかったな。私人づてにちょっとある偉い人がここの店の取材をしたことあるんですね。オーナーさんは中国人の女性オーナーってことで、まあ日本で営業するにあたってはいろいろ苦労されたんだと思いますね。だからこそこんなヒット商品、函館ならではのアイデアいっぱいのね、バーガーショップを開いて成功させることができたんだと思うんですね。まあいろんな意味で、今回学ばさせていただきました、ハンバーグも美味しいハンバーグをいただきましたね。とても皆さんもね、函館行った際にはね、このラッキーピエロさん、お店が、もう駅前にもあるし、いろんなとこに、あと五稜郭のところにもありますし、14店舗あります。この中を好きなとこをチョイスしてね、趣は全部違います。港のベイエリアンとかそれなりにヨットハーバー的なお店作りになってますし、皆さんのお好みのとこでね召し上がるといいのかなと思います。とりあえずねラッキーピエロさんを紹介しました。また会う日をね楽しみに。今回はこれでさよなら。